今日はスピーチコンサルタントの古賀静香さんをゲストにお招きしています。静香さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では初めに簡単に自己紹介をお願いします。はい、フリーアナウンサーでスピーチコンサルタントをしています古賀静香と申します。私は3年ぐらい前から話し方を教える、マンツーマンで話し方を教えるというスピーチコンサルタントという仕事を始めたんですけれども、最近はマンツーマンだけではなくってグループでのコンサル、ステージアップスピーキングという講座を始めたところです。はい、ちょうどね、このまさにちょうど始まったっていうところですよね。はい、そうなんですよ。はい、はい、今のどうですか、心境は。なんかようやく形にできてこぎ出せたなって感じで、うん、あやさんのおかげで、うんうん、いえいえ、ありがとうございます。はい、そういった静香さんが最初にお申し込みいただいた時のその前の状況っていうのはどんな感じだったんですか？そうですね、あやさんのところに初めてコンサルでお伺いした時はスピーチコンサルの仕事も、まあ、割とお客さんには来ていただけてたし、あとは親子アナウンス講座っていう、うん、お一人アナウンサーの仲間とユニットを組んで親子にアナウンスを教えるっていう仕事をちょっとこう積極的に始めていたところだったりとか、コーチングを提供する仕事もしていたりフリーアナウンサーとして司会をしたりとかナレーションをしたりっていうこともあったし、ラジオの番組も始めて、うん、ラジオのプロデュースも始めてっていう、はい、なんかこう自分の仕事がいろんな分野に広がっているのはいいんだけれども、うんうん、じゃあこの私の古賀静香としてのブランドをどこに軸を持ってくるかっていうところにすごく悩んでいて、うんうん、こうある人からなんかすごくいろんなことしてるけど、こう 何をしている人なの、コンサルな、スピーチコンサルなの、それとも親子アナウンスなのって聞かれたりとかして、なんかそこが定まってないのが自分でもちょっとこう不安というか、うん、一つこう見せ方を、軸を整えたいなって思っていたところで相談しました。うん、なるほど。はい、実際に体験に来ていただいて、まあ、いろんなお話を伺う中でこのコンサルを受けていただいたと思うんですけど、まあ、何が決め手となってその申し込みに来てくださいましたか？そうですね、あやさんの場合はそのナショナルブランドでブランディングをされてたっていう、うん、その、うん、広い視点での経験もすごく信頼が持てるなっていう感じで、うんうん、そこに信頼を置いていたっていうのもありますし、はい、あとそのビジュアルを作ってちゃんとこう目に見える形でブランディングを進めていくってい う、 こう一本筋が通っている、うん、で最後にビジネスの仕組み化まで、うん、きちんとこうトータルで面倒を見てくださるというかただブランドでなんていうんですかね、肩書きを作って終わりとか、うん、こう見える化してブログのヘッダー作って終わりとかじゃなくて、うんうん、一つこう軸を整えてのこう全ての一本道を、そうですね、一本道を作ってビジネスを軌道に乗せるっていうところまで考えてくださるというところが決め手でした。なるほど。なんかそれぞれのちょっとずつのサービスっていろんな方がいろんな形でされてると思うんですけど、全部をトータルプロデュースしてくれるっていうのはなかなかないのかなと思って。そうなんです。ありがとうございます。なんかそのコンサルをやり取りする、あのコンサルを受ける中でいろいろ私とやり取りする中でなんか特に印象に残っていることとか出来事とかあったりします？あります、あります。私も自分ではこう言語化するのは割と得意というか、はい、話すことに関してはそんなに苦手意識はなかったんですけど、こうキャッチコピーをつけたりとか文字にするってなった時に自分でこう思いつかないフレーズがあやさんからこうポンポンって出てきたり、それってじゃあこういう風に表現したらいいんじゃないですかっていう切り口をきちんとこう書く文字というか書き言葉で表現してくれた時とかにさすがってそれは私には出てこないっていう、結構いつも感動してました。そうなんですね、うん、言ってましたよね、なんかなんでそんなに出てくるんですかみたいなすごいすごいとか全部ちょっとメモ出せてくださいとか、いやいやいや、そうですね、そういう中で今回の新しく立ち上げようとしていたそのステージアップスピーキング の、 そのステージアップっていう言葉とかも生まれてきてましたよね、うん、そうですよね、うんうん、その時とかどうでしたか？そう、最初聞いた時は、うん、まあ、なんか何の変哲もない言葉じゃないですか、うんうんうん、割とありふれた言葉なので、うん、あステージアップか、あうんって思ったんですけど、うんうん、でもなんかこう見れば見るほどというか、こう口に出して言ってみたりすると、あステージアップいいかもみたいな感じになってうん、うん、まさ
に私がこう目指しているのって、うん、その話す力を身につけてクライアントさんが活躍の場を広げるとか、うん、そこをサポートするということだったので、うん、こうまさにステージアップ、うんうんうん、だなと思って、うんうん、なんかこう木をてらう言葉でもなく、うんうん、かっこつけた言葉でもなく、うんうん、割と普通の、うんうん、言葉だったのがいいなと思って、うんうん、なるほど、うんうん、普通の言葉でどう、まあ、しっかりと伝えていくかみたいな、うんうん、なるほど、そこがさすがだなと思ってました。その静香さんの場合は、まあ、フリーアナウンサーということで、うん、いろんな仕事もされてますけど、うん、でもちょうど、まあ、その時に来ていただいた時に、まあ、他にもフリーアナウンサーの方もいる中で、うん、まあ、どう自分をこう立たせていくかっていうところも迷われていたと思うんですけど、そうですね、そのあたりとかはどうですか？そうですね、それはあやさんの最初のこうセッションの時に、うん、たくさんこう今までの過去の経験を振り返ったりするようなワークもありましたね、うんうん、はい、そういった中から私ならではの例えばコーチングを、うん、学んでいてコーチングも提供しているというところだったりとか、うんうん、こう過去にその英語を教えていたっていう、うん、そういうイメージとかもうまくすくい上げてくださって、うん、そこは静香さんにしかないところですよねって言っていただいたのが、うんうんうん、あ、そっかってこう気づくきっかけになってすごく良かったなと思って、うんうん、自分ではなんか分かんないんですよね、うんうんうん、どこがこう人と違うのかっていうのが、うんうん、そうですよね、うん、確かにそれをなんかあやさんは繰り返し言ってくださって、うんうんうん、でも静香さんのサービスはここが他と違いますよねっていうのをいつも気にしてくれてた、うんうんうん、なるほどなるほど、うんうん、確かに実際にやっぱりその今のサービスの中でもただのこうなんていうかスピーチの上手になるためのノウハウだけじゃなくて、うん、もっと何を伝えたいかとか、ね、しっかりと、ね、根っこの部分を育てるっていうところもコンテンツに入っていたりするのは そのコーチングのところが、ね、そうですね、土台になっていたりしますもんね。そこはあやさん の、うん、このコンサルの中で、うん、こ うまくこう組み取ってもらったっていうか、うん、ただのアナウンス学校とか、うん、話すスキルをあいうえおとかって言って言うだけじゃないよねっていうところを、うんうんうん、拾ってもらいましたね。あとはそのラジオに強みがあるっていうところで、うん、やっぱりラジオって、ね、映像だけじゃなくて声だけで表現しないといけないから、はい、まあ、それこの強そこをどう強みに変えるかみたいなね。そうでしたね、そこもあやさんから、うん、こう何が違うかっていうのが明確に言語化で、うん、こうなんだろう、こう視点を、うんうんうんいただいたので、うん、そうだそうだ、そうですよね、うん、自分では分からなかったけど、うん、確かにラジオって見えないものを伝える力があるよねっていうところは、うん、ね、うん、声の表現力っていうのが、ね、必要になりますもんね、うん、もうランディングページを作るときとかはすごい逐一あやさんに相談して、うん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 、ここはなんて表現しようかみたいなうん、うん、そういう言葉をたくさんいただきましたね、うん、そうですよね、ページ一つ作るにしてもやっぱり、ね、自分で書いだけで書いていくと、うん、なかなかね出てこないもんです、うんうんうん、それをこうやり取りする中で、うんうんうん、ね、一回こう叩き台を出して、うんうん、なんかちょっとこう表現とか、うん、より一般の方に刺さる表現というか、うんうん、なんかこう他の方が見てビビッとくるような表現、うんうんうん、そこがあやさんのもうブランディングコンサルもすごくいいなって思ったところなんですけど、うん、こう一般感覚っていうんですかね、うん、なんかこうマスの好みが分かってるなるほど、うん、そこがなんかこうそれがもう多分前職での経験を経て磨かれてたところなのかなって思って、なるほど、すごく信頼してました。 ありがとうございます。うんうんうん、実際に先ほどそのまあランディングページを作る苦労とかありましたけど、うん、講座をその1対1のコンサルティングから新たに講座型っていうのを立ち上げる中で、うん、過去途中のこう苦労とかはありましたか？そうですね、なかなかその形も定まらなかったですし、うんうん、やっぱりマンツーマンの方がいいのかなとか、うんうんうん、でもグループしたいからグループのメリットもあるよねとか、うんうん、まずその形をどうするかっていうところの着地点見つけるのも大変だったし、うんうん、じゃあいざグループにするってなった時にどういうカリキュラムで組んでいったらいいか、うん、でじゃあそれを皆さんにお知らせする、うん、そのセールスページみたいなのを作るとなったら、じゃあどういう順番でそれをこう、うん、ね、紹介していったらいいのかとか、うんうん、考えることが山ほどあって全部大変でした。でもとても一人じゃできないなって思って、ね、何度もやめようか
な。こんなに大変なんだったら今やらなくてもいいんじゃないかなとか、そうなんですよね。何回も思いましたけど、なんかね、今の目の前の仕事もありますからね、やっぱりどうしてもこれをやる必要性とか、先延ばしにしちゃったり、もうちょっと後でもいいんじゃないかなとか、でもそこがね、なんか二人三脚でやってきたからこそできたようなね、感じもしますよね。あのビジュアルをいただいた時に、はい、なんかもう覚悟が決まったというか、もうバチッと出ちゃったので、よし、もうここで腹くくるかってこれで行くんだみたいな、逃げられないみたいな。なるほどなるほど。そこでなんかこうちょっと腹が据わったというか、でそこから本当に自分のこう提供したいサービスが本当に何なのかっていうのをより深めていけたので、やっぱこのステップが良かったなって思います。確かに、そうですね。そのサービスを一つの見える形にする、そのキービジュアル撮影とかも一つ、まあお客さんに分かりやすく伝えるっていう目的もあるけど、まさにそのやってる自分もこれでいくんだみたいな、結構覚悟というか、そうそう伝えたかったのはこれだみたいなものが、ね、見える形になる感じ。ちょっとこう普通に世に出てくるその飲み物だったりとか、商品とかもパッケージとかが決まると、もうバシッと決まるとか、そうですよね。そうなんですよね。それに近いんだろうなと思って、同じ中身でもね、同じものでもどういう、ね、予想をする方で全然変わりますからね。そうですよね、すごい好評でした。あのブランディングしてもらったそのビジュアルを発表した時は、元から知ってる友達とか知り合いが、なんかすごいねみたいな、なんかこれでやっていくんだね、頑張ってるねみたいな声をたくさんもらって、そうやって見えるの大事なんだなって思って、写真も、ね、いくつか候補があって、もっとなんかこうピシッと決まってる静香さんとか、いろんなタイプあったと思うんですけど、ちょっとカジュアルなのとか、ラジオ風のとかね、その中でも、まあ、私もナチュラルブランディングということで、すごくまあ自然体っていうのを大事にしているので、すごく静香さんらしくて、かつプロフェッショナルっていうのがなんか表現できたもので、ね、形になったんじゃないかなと思ってます。そうそう、あのデザイナーさんとのやり取りとかも、多分私対デザイナーさんだったら、なんかどこをどうリクエストしていいかわからないから、うまくこうなんていうんですかね、ここを変えてほしいとか言えなかったと思うんですよ。なるほど。でもそこをあやさんが間に入ってくださってることで、意外となんかこうバシバシここはいらないんじゃないですかとか、こっちがいいんじゃないですかっていうのを、やっぱさすが言い慣れてるというか、なんかその指示出しとかも勉強になるなと思って、そうですよね。実際にいいものが作れてもね、そこのコミュニケーションがうまくいかないと、そういうのって初体験なので、なかなかそのデザイナーさんに指示を伝えるとか、う、ね、こうコンセプトを、イメージを伝えるとかはやったことがないから、そうですよね。あやさんが言ってくれてよかったと思いました、私もその前職の時にやっぱり一番そこがすごく難しくって、最初苦労して何回もなんかこう自分が思ってることはこうと思って伝えてるのに、出てきたものが全然違う、なんでだろうっていうのを、何回も繰り返して、そうなんですね。私もなんか過去に苦い経験があって、自分がこう作りたかったデザインのものがうまく伝えられずに、せっかくデザイナーさんに作ってもらったデザインをボツにさせちゃったことがあって、それがちょっとトラウマだったんですよね。なんかこう伝えられない自分がダメなのと、なんかこう別にデザイナーさん悪くないのに、なんかちょっとこう罪悪感みたいな。そうですね、確かにそこにこう中間に私がね、まあブランディングも通して全部知ってる私がこういう中間に入るっていうのも一つの、そうですよね。そう、静香さんのコンセプトはこうだからこっちじゃないですかって言われて、そうそれが痛かったなるほど、よかったです。そっか、実際に、あと今その講座がスタートしたっていうところだと思うんですけれども、なんか始めてみての、なんかこう今の気持ちとしてはどうですか？今の気持ちはなんかもうようやくスタートできたなっていう、楽しみとか、喜びですね。またこれまでの1対1ともまた違う、全然違いますね。やっぱこう思ってた通りというか、グループ同士の、相互作用がやっぱり目に見えてわかるので、やっぱりグループやってみてよかったと思います。よかったです、またどんどん、ね、続けたいって今は思ってて、そうですね、グループでやるとまたこう伝えたいことが、マンツーマンの時よりももっとこうなんて言うんでしょうね、こう多くの人に伝えたいメッセージとして自分の中から湧いてくる感じがして、じゃあまた違う発見が、そうですね、伝えたい欲が湧いてきてます。そうですね。
静香さんはその私のコンサルを受けていただく前にも、まあ、あの一通りまだもう起業すでに、ね、何年も経ってまして、あ、ね、うん、あの勉強されたりとかもあると思うんですけど、いっぱいいろんなセミナーとか起業塾とか行ってきました。このタイミングでこのブランドのコンサルティングを受けたっていうのってなんかこう良かったなって思うところとかはどんなところにありますか？そうですね、一通りそのビジネスのことだとかを分かった上で、じゃあ今から自分のこうサービスとか、自分の名前の古賀静香っていうブランドをどう育てていくかみたいなところで、なんかこうまた再出発というか、もともとのそのブランド自体私は あやふやなものだったんですけど、なんかもう一回ここで立て直して生まれ変わって、なんか再起業じゃないですけど、再出発っていう形にできたのは、なんか自分としてはこのタイミングだったから良かったのかなって思います。なるほど。もしなんかこう何も知らない状態であやさんと会ってコンサル受けてたら、それはそれで手取り足取り教えていただいて、なんとかこうサービスにこぎつけたとは思うんですけど、分からないこともたくさんあったかなと思ってて、今までこう自分なりにこう2年半試行錯誤してきた経験があったからこそのこのあやさんのコンサルがよりいい形で私に対応したかなと思って、なるほど。そしたらなんかこう静香さんがこのこうこれをこう誰どなたかにおすすめするとしたら、どんな人におすすめしたいなと思いますか？そうですね、ある程度こう自分がこういう風にやっていきたいなっていう、こうアイデアが固まってる人におすすめしたいです。でもそれを自分でどう形にしていいかわからないっていう時には、もうあやさんの力をバンバン借りて形にしていくと、自分が出せる以上のもの出せると思います。なるほど、ありがとうございます。最後になんか静香さんから見て村本彩ってどんな人ですか？どんな人、あの本当に安定してるというか、いつも穏やかで、私がこう何かでつまずいてたりとかしても、さりげなくこうフォローしてくれたり決してあの怒ったりとか落としたりとかはないですし、いつも安定してるなっていうのと、その彩さんのサービス自体がすごくこう地に足のついたサービスだなって、なるほど。さっきのこうステージアップっていう言葉とかもそうですけど、本当に別にこう何かインパクトを狙うとか木を狙うとかではなく、こう地道にしっかり地に足をつけて、でも伝えたいものを伝えていく、それをこうビジネスとして形にしていくっていう、なんか地に足のついた人っていうイメージです。安定と、安定と、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日のお話は以上とさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。